こんばんは、水吉です。本日もですね、韓国関連のニュースをお伝えします。こちらタイトルがですね、7年ぶりの温高水準で韓国の輸出産業が窮地に。韓国ネット、日本より韓国の方が破綻に近いのか。このままでは負けるということでですね、こちらフォーカスアジア .com がですね、2月25日に配信してるんですけども、記事を見てみますとですね、韓国メディアソウル経済は23日、為替レートが輸出に及ぼす影響を示す実質実効為替レート指数がほぼ7年ぶりの温高水準となり、韓国の輸出産業に対する懸念が強まっていると報じたということで、かなり円安温高が進行してますので、輸出がですね、メインの、韓国の、経済というのはですね、かなり大打撃になっていると思いますね。はい、で、結構国際競争力もやっぱり日本はありまして、韓国製品はダメですね。で、こういったですね、問題に対してですね、また売りならの方々がですね、コメントを寄せてますので紹介します。こちら、内需不振が進むという記事か、輸出は増えてもお金は入ってこない。なるほどね。で、次が物価、暴騰で庶民は厳しい。これはですね、私意外だったと思ったんですけども、韓国経済はデフレということで言われてましたけども、どうやらですね、物価暴騰、インフレの方に、行ってるんでしょうね。ただ、韓国経済は良くないですから、おそらく海外とのその、なんていうんですかね、海外の食品の、上昇とか、そういったことがあるのかなと思いますね。で、このままでは、また税金を上げるという話になる。それはしょうがないと思いますね。はい、日本も中国も国益を最優先しているのに、韓国はということで、これはどうかなと思いますね。日本も、表向きは国益を、優先してますけども、なんていうんですかね、箱を開けてみたらその、富裕層とか、一部の大企業だけを優遇しているような感じがしますね。はい、で、次はですね、日本製品は高価だったが、今では、品質が良くて安い。韓国はこのままでは、負ける。そうでしょうね。日本製品は長く続いた、いわゆるデフレですよね。で、鍛えられていい製品で、かつ、安いという製品を作っていると思いますね。これは日本人のいいところだと思いますね。はい、次は輸出だけの問題だろうか。そうですよね。韓国経済自体がもう、危険な状態なわけですから、借金も多いですしね。本当そのおっしゃる通りだと思いますね。はい、韓国では高く、海外では安く売ってきたのに、今になって何を嘆いているの。なるほど。次で、ウォン安でも生活は苦しかった。これは給料が上がらないとか、そういった問題なんでしょうね。はい。あと、格差の問題ですよね。はい、で、次が、ウォン高の問題というより、競争力の問題。同じ値段で何を選ぶか、決定打がない。そうでしょうね。やっぱり安くて、そんなに良くないものでしたら中国製ですよね。それを選ぶでしょうし、安くていいもの、もしくは高価でもいいものといえば、やっぱり日本製を選ぶっていうことですからね。はい、で、新聞を毎日見ていると、日本が破綻しそうだったのに、韓国の方が破綻に近いのか。これはですね、韓国も危ないですし、日本も危ないですし、お隣中国ですよね。これも、デフォルト、債務不履行になるかというふうに言われてますので、東アジア全体がちょっといろいろな面で、危険だと私は思いますね。これは軍事的なことで戦争が起こったりとかですね。あと、日本でしたら格差。これはもう中国でも韓国でも、日本でもやっぱり格差の問題っていうのはやっぱり、出てますので、ちょっとこれは危険な状態だと思いますね。ただ、どう比較したらやはり韓国の方が危険でしょうね。日韓通貨スワップも、終了ということで、
韓国の信用はまあガタ落ちということで、まあやっぱり、まあ破綻する、まあ、順位でいうとやっぱり韓国、次中国、日本ぐらいなんでしょうかね。まあ、韓国が崩壊する運命ということで、まあ、その、まあ、受け入れるっていうのは大切ですからね。まあ、ですからまあ、いろいろ対策を練っていただきたいと思うんですけども、くれぐれもまあ、日本に、来るとかやめていただきたいですね。売りは難民にだとかいうことで、大阪とかですね、東京に行かないようにっていうことでですね、お願いしたいと思います。本日はこれぐらいにしておきます。どうもありがとうございました。